こんにちはにです。今日紹介するのはこちらでございます。じゃんと、ガメラザ平成エラエラでいいのかな、平成ガメラのブルーレイボックスでございます。ジャケがめっちゃかっこいい。ここにガメラがいて、後ろに敵怪獣たちだよね。僕平成ガメラ全然見てないんでよくわかんないんですよ。 4,5 年前に2見てるけど、それももうほとんど覚えていなくて、自衛隊がなんか頑張っていたのと、あとガメラと心の通じる子供だったかな、女の子だったかな、もうほんと何も覚えてないね。だからこれを機にちょっとね、平成ガメラ全部見てみたいと思います。いやーいいね。でこれ海外版でちょっとお安くなっていて、ちょっとてかかなりお安くなっていて、日本のアマゾンで7500円だったかな。で海外のアマゾンでも売ってるんだけども、海外だとね70ドルに送料10ドルで、結局日本よりも高くなっちゃうので、まあ買うんだったら日本のアマゾンの方が絶対いいですね。届くのにも海外だと時間かかって2週間ぐらいかかるから、これ頼んでもう翌日届いたもんね。でただね、昭和ボックスもあるんだけど、昭和ボックスに関しては日本の方がちょっと高くて1万円ぐらいだったかな。で海外は平成と一緒で70ドルに送料10ドル、2000円ぐらい安くなるから、まあ2週間かかってもその間に平成見ればいいやと思って、まあ、昭和ボックスの方は海外の方で注文しました。でそれもジャケは同じスタイルになっていて、ここに昭和ガメラがいて、後ろに敵怪獣みたいな、だからこう2つ並べるとね、こう絵が続くような感じになっていて、早くこう2つ並べたいですね。めっちゃかっこいいと思うよ。で今回のこのボックスは何が入ってるかっていうと、4本ブルーレイ入っていて、日本の放題がよくわかんないけど、これが一番最初のやつだよね、ギャオスのやつね。で次が、イリスじゃない、レギオン襲来だね。こう絵がまたかっこいいよね、こうガメラとレギオンがいて。で3がこれがイリスの逆襲だっけ、で最後は、ガメラザブレイブ、なんかちっちゃい子供のガメラみたいなのが出てくるやつなの、わかんないんだけど、まあ、こんな感じなジャケでいいっすね。昭和版も同じ人が多分またジャケット絵描いてると思うので、並べたらすごいかっこいいと思うんだよね。でねこれね、リバーシブルジャケットになっていて、こんな感じで日本のポスターなのかな、なんかこういう風になっているので、まあひっくり返してね、その日本っぽくするのもありだと思うんだけど、でもやっぱこの絵の方がいいとは思うので、僕はこっちで多分並べるっていうか、まあ、こういう形にしておくんじゃないかな。でディスクも全部ねこうちゃんと印刷されているっていうか、ガメラのねお顔が全部ガメラのお顔なのかな、あそうだね、全部ガメラのお顔がディスクにプリントされてますね。いいです、素晴らしいね。やっぱねこの北米版でいいのかな、海外のやつはすごくリーズナブルで買いやすくていいよね。日本のブルーレイもこれぐらいのお値段だったらガンガン買うんだけど、ちょっとね今いくらぐらい、多分ねこのボックス2万円ぐらいだと思うんだよね、このボックスっていうかこのスタイルのやつだから、2万円ってなるとなかなかねこう手が出ないというか、なんというか素晴らしいです。で僕ねガメラはもうほんと全然知らないっていうか、もうこの話もね何度もしてるんで、こうまたかって思う人もいるかもしれないんだけど、子供の時すっごいガメラが苦手で、もう全然なんだよね。一応チラチラ見てるんだけどさ、亀が空を飛ぶとか理解不能だったし、あと怪獣がさ気持ち悪いのよ、もう自分の理解を超えすぎちゃってるっていうか、ウルトラ怪獣とかも自分の理解を超えた姿のものとかいっぱいいたんだけども、なんかねもう超えすぎちゃってるみたいな。この人も足がさなんでこうなってんのみたいな、足ってこうじゃないじゃんみたいな、どうすんのよみたいなそういうところとか、あとくちばしがあるのにさらにその上にこう尖ったこういう形になってるのとかも、なんかこのアンバランスな感じが気持ち悪かったし、目もみんなギョロッとしてるしさ、あとはそうだな、なんかこう
血かな、なんか体液みたいなのがドロドロ出てくるみたいなイメージもガメラにはあるかな。なんかもうそれでそのだいたいね日中の2時ぐらいのテレビ東京だったかな、なんか12チャンネルでこういうね特撮ものとかが昼過ぎぐらいにポロンとやるのよ。でそれで何やるかみたいな感じで見て、ガメラだとああガメラかみたいな。でゴジラはあのそんなに子供の時好きじゃなかったけど、まだガメラよりかはいいと思ってゴジラ見たりとかしていて、そのやっぱりねウルトラマンだったんだよね。ウルトラマンの方が好きで、それでゴジラはそんなに苦手じゃないんだけど、やっぱりヒーローが登場するわけじゃないじゃない、ゴジラがヒーローなのかもしれないんだけども、こうね怪獣じゃない何か強いものが出てくるってわけじゃなかったし、あと若干その古臭いイメージ、モスラとか流れていても、あなんか昔の映画みたいな、そんな風に思ってやっぱりなんでウルトラマンやんねえかなみたいな感じになってたんだよね。まあ今はもうそんなあれはないんだけど、でガメラはゴジラと同じようにちょい昔の作品っていうイメージとともにさらに気持ち悪いっていうところがあって、それをずっと引きずって大人になったみたいな。だから大人になった今でもガメラはちょい気持ち悪いっていうか、違和感をすごいっていうか、あの違和感をちょい感じるんだよね。でただその平成ガメラっていうものもう存在自体全然知らなかったんだけど、平成ガメラをこう知ってみたら、あれ意外となんかこうかっこいいというか、この作品は可愛らしい感じになっていていけるなって思ったんだよね。で 4,5 年前に2見た時に結構楽しめたから、あガメラ大丈夫だいけるわって思いつつ、でもゴジラの方が興味がその頃こうちょいちょい出てきてたもんだから、ガメラの方にはちょっと行けずに、でそのままずっと来ていたんだけど、最近ソフビがガンガン発売されてるじゃない。もうソフビ見てたらさ、ガメラ見たくなってきて、ね、この人さっきとのやつと似てるんだよね、この辺のお顔の感じとかがさ。あとね、この足のここがすごいの、このこれね、なんかハイヒールみたいになっていて、でまあちょっとねガメラ興味出てきたところで、こういうものがあるのならば買わなきゃと思って買ったわけですよ、まあゴジラも全然まだ見切れてないんだけどね、見てもねどんどん忘れてっちゃうから本当ダメなんだよね。 VS シリーズとか、まあ、平成ゴジラを全部見たんだけど、もういっぺんに見すぎちゃって話が混じってきちゃって分かんなくなってきてるし、昭和のゴジラもね見返さなきゃなって、もう覚えてない作品もいっぱいあるからちょっと見返さなきゃと思いつつで、そうこうしてるうちにシンギュラポイントとかね新作が来て、またそこでこう見ていってって感じで、もう時間が全然ないっていうか、まあね時間を取りながらこうまたねいろいろ見ていきたいなと。つぶらやギャラクシーじゃないつぶらやイマジネーションか、あれも入ったもののあんま見れてないんだよね。ちょこちょこっとこうつまんで見てるような感じで、今ネオスをこうたまに思い出したかのように見て進めていってるみたいな感じで、今5話ぐらい、キノコのなんか怪獣が出てくる回を途中まで見てるみたいな、そんな感じで、はい、まあねブルーレイボックスとかちょいちょい買ってるので、またね新しいものを購入したら紹介したいと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。